ちは、こんばんは。ゲームドーバーでこうです。じゃあファンタジー始めていきましょう。じゃない、サッカー選手名称フットビッター始めていきましょう。バラマンディー戦です。これは厳しい、 S ばっかりですからね。この我々のこのていうかこれですからね。あらかしかも故障してしまいました。なので相手を勝率の方が高いです。これは致し方ありません。なかなか突破できないアジアチャイニーズトロフィー、第1戦は、勝利しております。ここは危機を逃れました。お、急な縦パス、キーパーハートソン、お、何があった、ファルですね。これはいいな、見ると先制を許してしまいます。スーパープレイだな。この強力センタリングをミルコンヘディングで先制を奪われてしまいました。追いつくのはどうだろうな。さて追いついてほしい。キャッチ、さあくるみ、チャンスを続け、ディフェンダーも強い相手は、あ、出しちゃった。ボールを支配率が影響しますからね。そう、夏希はいい仕事をしております。あーっと、真ん中に2点を下ろしてしまった。背負われるようですね。サイドからカブリスキー、ローリヒですね。2点目、2点3痛い。完成ない、はい、キーパーも強い。クルミヘディング、前半終了。疲れてる。そしてみんな変えないといけません。誰と会わずみんな変えてしまいましょう。
このゲーム本当に中盤の負担がでかい。ここには誰もいない。ゴールキックになってしまいます。祈り、おお、でもヒューイットに取られてしまいます。さつきはクリア。今度相手シドニー、アルベルトかシュアート。サンタニングだ。ここでネッツキャッチ。こちらはすでにこのタイマークを失っております。3人全員使い切っております。どうだ、ロッドの高さにかなわない。ファルですね。相手ボールですか。2点差まは72分、残り20分を切っております。あ、うまく疲れてしまった。これはクリア、助かりました。さあ、ロングパス、シドニーに感謝しない。これは出るんだ、ちょっとゴールキックかなと思ったんですけど、なぜかそうはしなかった。なんかパーキングナイスが当たった。相手ですね、やっぱ強い。つかめているが、それでも魂のパスを宮城のパス、まあ、自分で決めようという感じか。あ、ここで試合終了。バラマンティの壁は厚かった。全部の得点になります。なんとか点を取ろうとするんですが、決定的なチャンスもなかったような。ここぐらいですかね、ここピンチなのか。直接これ決めようとしますよ。厳しいですよね。この試合率では上回っているんですが、決定力が違いすぎる。うわ、またみゆきが。今度はさあ、これで僕らが首位ですね。1勝1敗。そのバクラーとぶつかります。さあ、ここかカーバンディには勝つでしょうからね。バラバーバンディは引き分けの場合はバーバンディが一気に多分優勢になる。まあ、バクラーに勝ってなるべく点差を広げるっていうのが条件になります。と厳しいかな。一方グループ A は勝ち点3で並んでますね。得失点差の違いがあるだけ。いますよ、大阪ですよ、トップは。で
ルザガズリとエミは上海クラブとスジョンガがある。まあこの試合どちらも勝った方が一気に有利に立てますね。もう一つの試合が引き分けっていうのもありますからね。3周使えない。オッケー、クルミも使えている。スタメンのまた変化が入ります。今回はエリカも入れますね。当然以前も新装備だ。今季は6位です。強くはないな。このメンバーでいっても大丈夫じゃないかとは思うのですが、はい、ということで、次回今回アジアチャレンジ闘技負けてしまって、次回バクラー戦はしっかり勝たねば苦しくなりました。2連勝されてないだけまだチャンスはあるんですが、厳しいことには変わりありません。まずは目の前の公式戦をしっかりこなしていきましょう。ということで以上になります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄に書かれているプレイリスト、このプレイリスト動画の一覧ございます。その横にプラスボタン、ビッグマークボタンあります。ぜひ押していただければと思います。また概要欄にはブログ、ツイッターのアドレスもございます。これらご覧ください。ツイッターまだの方フォローぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でイコーでした。